こんにちは、レイセンです。今日は7月9日金曜日になります。実験生活1181日目、不老不死週1絶食81日目と、大体グリーンヨーグルトと水とブルーベリーで生活実験、今日1日目ですね。天気は晴れ、現在時刻は午前11時13分ってところです。今日はヨーグルト4杯、グリーンヨーグルト4杯と、あとブルーベリーを1袋ですね、350g。まあこれと、まあ水だね。でやっていきます。うん。で、ジョギングはまあ朝、天気良ければ走り行くし、あとはまあ懸垂ですね。懸垂もやるんだけど。で、日中に一回ちょっとどっかでね、まあ2時とか3時ちょっと涼しくなってきたぐらいの時にね、こんな感じで懸垂やってますよっていうのを撮影しようと思うんでの、まあ予定です。そんだけかな。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。これ B の瓶ですね。7月6日午前8時頃に仕込んだ3世代目10時間発酵タイプ。こっから300、こんな感じで過発酵になっちゃうんだよな。やっぱあれかな、藤子のヨーグルトはノーマルタイプっていうか、脂肪分ゼロじゃない方がいいかもしれんね。まあ関係ない可能性もあるんだけどさ。で、グリーンスムージーを200。次ちょっと一回藤子の普通のタイプのカスピカヨーグルト買って、で仕込んでみようかなって思っています。それで具合見て、調子よかったらまあそっちの方がいいけど、ただ乳製品取っちゃうんでね、そこだけネックなんだけど。ターメリック 2g ですね。ターメリックはとにかく消費が激しいでね。で、ブラックペッパーを 1g。新品に変えたんで、見ればいいと思う。20回。あと水。これ昨日残りですね。ここ入れていきます。これ、ながらの名水を300。まあちょっと飲んでゆっくりしたら動画の編集作業ですね、やっていきます。あ、それと、とこれね、ブルーベリーこれね、これも取っていくんで、もう完璧に解凍できてるんで、まあ1日かけてね、350取っていきます。次入れていきます。これ B の瓶ですね。ここからは300。もう朝晴れとったのにさ、今雷雨だよ土砂降りだよ。なんで懸垂の撮影しようと思ったけど、ちょっと今日はできんなこの雨じゃ。まあ明日かな。で、編集が今終わってレンダリング入ったところですね。ちょっとゆっくりしたら瞑想か、雨のおかげでちょっと涼しいんでね、まあ、ユータリダスの訓練かやっていこうかなというところです。で、グリーンスムージーを200。で、ターメリックを 2g。入れすぎたかもしれない。まあいいけど。で、ブラックペッパーを1g、20回ですね。
と20回だと多いかな。したら取っていきます。次入れていきます。これ B の瓶ですね。こっから300、これ3倍目だね、うん、もしかしたらユータ離脱の構造が分かったかもしれん。まあ今後検証してみて、合ってたらフィードバックします。でグリーンスムージーを200、ターメリックを 2g、 2g ちょっとないかな、 1.5 ぐらいかな。まあでも2ってことで、ブラックペッパー 1g、あと水、長野の名水を300、したら取ってきます。おはようございます。次入れていきます。これ B の瓶ですね。こっから300、うん、ちょっと起きるの遅かったもんで、今日はジョギングなしだな、うん、ジョギング行ってると10時に計測はまず無理だよね。あと顔があんまり良くない。さっき鏡見たけど、まあ何日間かねやってみないと何とも言えんけど、グリーンスムージーを200、意外に体が慣れてきたら、まあ、いける可能性もあるしな、ただ10中ハック厳しいかなってとこです。まあこれ飲んできます。あと水、ながらの名水を300。今日は暑くなりそう、うん、めっちゃ天気いいんだわ。で今からシャワー浴びて神棚やって、でまあ10時にできたら計測入りたいところですね。今シャワー浴びて神棚やったところですね。でこれGC ルシエロ、この間の歯ブラシですねと同じところ、フロッサーっていうやつで、フロスの太さは M 普通ってとこですね、うん、まあとてもぼやけて見えないかもしれない、うん、これ歯間ブラシですね。歯間普通のやつは小さいじゃんね。
これ絵が長いもんで使いやすいっていうことで、これもなんか歯医者さんが勧めるタイプの、あ、こういうやつはね、こういう小さいのと、これこんな感じですね。この間の歯ブラシがこれなんで、まあ似てるよね、似てるっていうか同じに近いぐらいだけど、デザインは同じような、ちょっと違うけど、でなんかここにロックがあって、これを下げると、まあ、外せるってやつですね。付け替え、ただなんかここが弱くなるらしいんだけどね、耐久性があんまりないっていうか、でこれでロックですね。まあ、割と細い、これもまたあの、まあ、使い込んでいって、で使い勝手を見るってとこです。こっちはね、まあ使い勝手悪くないよっていうか、奥の方、奥歯の奥の方まで磨けてるもんで、まあ一番奥の歯はあんま磨けてないんだけど、奥から2番目ぐらいだったら磨けるんですね。ただあの歯ブラシの先端が小さいもんで時間がかかるっていうのかな、磨くのにね、まあ、細かいとこまで磨ける、奥の方まで磨けるけど時間はかかるってところです。まあそれぐらいかな、これは。あとなんか妙にちょっと硬い感じがしたな、ブラシがね。まあ普通なのかもしれないけど、今まで使ってたのが柔らかかったでな。まあそんだけですね。これは使い勝手は、まあ今日からね使っていくんで、また何日間かして使い勝手見てね、で、まあ、伝えようかなと思ってます。そんだけですね。で今9時半なんで10時になったら計測入ってきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中。今日ちょっと暑いんでね、あんま正確に測れんかもしれんけど、72ですね。血圧114-74です。今日の結果報告です。今日は天気晴れのち曇り、一時雷雨ですね。急にザーッとね降ってきたね。昼過ぎ、1時過ぎだったかな、曇ってきてね、急に曇ってきたと思ったらもう雷と土砂降りって感じでしたね。睡眠時間6時間半ほどとってます。夜中深夜0時半から5時までの4時間半と6時から8時までの2時間、合わせて6時間半です。まあ大体ですけどね、これ寝始めもちょっとよくわかんないんだわ。あとこの6時から8時っていうのも結構適当なんだよね。まあ実際ね、5時に起きてからは割とあの布団の中で眠るまでいかない状態ですね。目閉じてまあゆっくりして考え事とかねしてる時間は結構あったんだけど、まあそこも寝てる時間っていう風にもうしちゃって、それで6時間半ってとこですね。実際にはねこんな寝てないんだけど、ジョギングはなしですね。今日はジョギング行ってないですね。まあ起きるのちょっと遅かったんでね。起きるのっていうか、朝が割と涼しかったもんで、気持ちよかったもんで、
まあゆっくりしようかなってゆっくりしてたら8時ぐらいになっちゃってってとこです。でウェイトトレーニングはなしです。日中の室内温度午前11時頃計測で31度、湿度は 55% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日は B3 世代目10時間発酵のタイプは4杯で 1200ml 取っています。グリーンスムージーは800、水はながらの名水で 650ml です。合計が 2650ml、 水650のため実質は 2000ml になります。4杯なんでね、今日これプラス固形物、今日はブルーベリーを 350g、 まあ1袋ですね取っています。あと香辛料がターメリック 6g、 ブラックペッパーは 3g です。尿回数8回出てて、濃さ平均的薄め、完全無色かなり薄め、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならはたまにありで匂いはなしですね。今日おなら1回だけ小さいのがね、ヒュッヒュッて小さいのが出てます。夜だね、夜で。今日の計測時刻は午前10時頃です。昨日と同じ時間に測っています。体重 63.60kg、 昨日に比べて 0.6kg の増加です。なんで今日だいぶ体重増えてんだよ、なぜか。まあ昨日よりもヨーグルト1杯増やしたけど、それで 0.6kg 増えるって、ああまあでもジョギング今日行ってないでな、そこがでかいかなってとこですね。で BMI 20.1 でプラス 0.2、 体脂肪率は 14.4% で 0.6% の増加です。なんで今日体重体脂肪率ともに上がっています。血圧114の74、最高血圧プラス15、最低血圧プラス2ですね。だから今日血圧も上がってる。まあジョギング行ってないのも影響してるかもしれないですね、血圧。脈拍72でマイナス9、ウエスト72センチで変化なしです。今日の気づき、まずブルーベリーとヨーグルトでやるようになったらね、雑念、瞑想の訓練とかでね、雑念にとらわれにくくなった。急に。このブルーベリーとヨーグルトでやるようになったらね、急になんか雑念にとらわれにくくなった。それまではすごい雑念にとらわれるんだよ。なんか呼吸にね意識向けるっていうのやってもすぐなんかね違うこと考えちゃうんで、すぐだよもう本当に、本当すぐなんだよ。で、あいかんいかんいかんって言ってもう一回ね呼吸に意識戻すんだけど、またすぐ違うこと考えちゃうんだよね。で、まあ空想にふけるっていうか、妄想にふけるっていうか、まあいろいろなんか考え事をしちゃうっていうか、なっちゃってたのに。昨日と今日だね。で、昨日もなんかちょっと調子良かったんだよ。で、今日もなんか調子いいんだわ。ヨーグルトと、まあ、ブルーベリーだよね。ブルーベリーにしたらね、なんか急に調子良くなったね。砂糖が一つ悪かったんじゃないかなって思って。まあ、砂糖を頭バカにするっていうのはまあ有名っていうかさ、多分みんな知ってると思うけど、その砂糖をまあ今日は取ってないもんで、ブルーベリーは取ってるけど、多分でまあ脳の状態がまあ良くなってるっていうか、脳と精神の状態が良くなってるもんで、まあそれで雑念にとらわれにくくなったのかなっていうふうには見てます。だいぶ楽だよ。だいぶってもう全然違うって感じ。全然違う。今まではもうとにかくね、もうすぐなんだよ。すぐ雑念に入っちゃうんだよ。もうどうしようもないなっていうぐらい、これ厳しいっていうか、もう難しいなって思ってたぐらいなんでね。それがブルーベリーとヨーグルトでやるようになった途端にね、途端になんか大丈夫になったね。なんか普通になんかもう呼吸にね、ずっと意識を向けていられるっていうか。びっくりした。なのでここ正解だな。ブルーベリーとヨーグルト、これは正解だな。でなんだけど、若返りですね。若返りという点において今日鏡見たらさ、顔の状態悪かったんだよ。明らかに悪かったんだよね今日。朝の状態ね、朝ね起きた時ね。
たんでね。まあ一つは寝起きのタイミング、まあ5時ぐらいとかでね、起きて鏡見たらまだちょっと違ってた可能性が一つあるけど、まあそれでもそこまで変わらないと思うんで。で考えると、今日は4杯だね。ヨーグルト4杯取ってんだよね。で夜も割とお腹膨れる状態まで持ってってるもんで、まあ昨日もね持ってってたんだけど、ある程度お腹膨れる状態までさ、まあそこがまあ悪かったのかなっていう可能性はありますね。今日は結構余裕があったんでね、余裕があったけど、まあ体重上げなきゃっていうね、体重体脂肪率まあ上げなきゃっていうのもあって。まあ、4杯取ったってとこですね。だから少し余裕があるとね、もうダメだね。少し余裕があると、もう老化するんだわ。だもんで、やっぱね、ちょっと厳しいところでやらないとダメなんだなと思った。やっぱ絞るっていうか。なかなか大変だよ。若返るって。って思ったね。でまあ以前に若返った時がヨーグルトではなくって普通の有機豆乳で、ね、でグリーンスムージーで割ってる時なんだよな。ヨーグルトはね多分いいと思うんだよ。あれ腸環境にいいからさ、あれはまあ老化にはつながってないと思うんだけど、でエネルギーは、まあ、有機豆乳よりあるし、でね、今もうね普通の有機豆乳そのまま直で飲むとお腹の調子がちょっと悪くなるんだよね。もうだから腸環境がヨーグルトバージョンっていうかヨーグルト専用になってる感じなんだよね。だもんで、まあ、今から多分有機豆乳に戻してもエネルギーが全然ないもんでしんどすぎるし、だから腸環境も悪くなっちゃうんじゃないかなっていうのはあるんで、やっぱヨーグルトとグリーンスムージーで割ったもので 1.5 リッター絶食ですね。まあここしかないだろうってとこですね。あとはターメリックとブラックペッパーのまあ問題もあるかもしれないと思っています。今日はあの新しくブラックペッパーさ新品に変えたじゃん。で新品に変えたもんでちょっとブラックペッパーの量が多かったんだよね。割とたくさん出るからガリガリやった時にね。であのブラックペッパーの量も影響してる可能性があるというところですね。あとターメリックだな。ターメリックもまあ取りすぎたら多分マイナスになると思うから、あの辺のまあ量の具合ですね、そこもちょっと見ていかないとなみたいな、って思ってるところです。あれがその老化に影響してる可能性もあるんでね。ただ明らかにまあ昨日と今日でね違うって言ったら、まあ、ヨーグルトの量だもんで、まあやっぱり2000じゃちょっと多いってことだね。やっぱ 1.5、まあ、3倍までだね。3倍までにとどめないとまずいってとこですねは思った。あそういえば昨日ってあれ3倍目入れてるのかターメリックだけど、翌朝起きた時点では2杯だもんな。ターメリック 4g の状態で朝顔を見てるわけだ。でブラックペッパーも 2g の状態だわな。だその香辛料の多さっていうのが顔にどのぐらい影響してるかってとこですね。まあ、ここもちょっと見なきゃなって思ってます。明日ちょっと1回ターメリックとブラックペッパーの量を少し減らそうかな。ちょっと減らそうかなと思っています。ターメリック 1g ぐらいでブラックペッパーもちょっと少なめですね。 0.5g ってことで、まあ15回やってるのを、まあどうだろう、8回とか半分ぐらいだね。半分ぐらいにしてまあ少なめでやるって形ですね。ちょっと香辛料減らしてみようかな。それで具合を見るってとこです。あれ、多すぎてもね、体には負担になると思うから、すごい汗出てくるんだよね。今、エアコン壊れてて使えないし、で、窓今閉めっぱなしにしてるもんで、で、しかも東と南側の部屋だから、で、さらに2階だから、めっちゃ暑いんだよね。もうサウナ状態なんだよね。
で扇風機もね、もうつけたら音入っちゃうもんで、なんで汗ちょっとダラダラ出てるけど、うん、なんで明日はちょっと香辛料少なめで、ヨーグルトはまあ3、できたら3杯ですね、まあ3、4杯、うん、今日はまあまだバイオリズムの状態良かったもんで、うん、いいんだけど、まあバイオリズム低かったらね3杯じゃちょっと少ないもんで、まあちょっと状態見ながらですね、うん、いけそうだったら3杯ですね、厳しそうだったら4杯で行こうかなと思っています。でブルーベリーは1袋ですね、これはまあ取る、うん、間違いなく取る、まあそんな感じで明日やっていきます。ちょっと本格的にね若返りさせていくんで、うん、だからまあ原因とかもね一つ一つ、まあ、詰めてねやっていきます。もうどうしてもヨーグルトで若返らないってことになったら、ヨーグルトやめて有機豆乳でやるしかないって話になるしね、そうするとエネルギー的にきついんでね、うん、まあでもそれでも1日だけね、1日だけとかだったらまだできなくはないから、うん、でも若返った時のレシピ全く同じレシピでやるっていうね、グリーントーヤを2杯と、あとフルーツトーカーですねを1杯、まあ、フルーツミックスで割ったねフルーツトーカーの計3杯ですねでやるっていう形。あの時はでもねリクライニングシート、あのリクライニングチェアだな、リクライニングチェアでもうほとんど横になってる状態だったね、うん、でもうなるべくエネルギーを使わない状態にして、で空腹になってから5口飲むっていう形、そしたらまあ冷蔵庫に戻して、で5口またね空腹になったら飲むっていう形でやってたんだよね。で今この夏の暑い時にリクライニングも持ってないし、同じような感じではできないんだよね。あとフルーツミックスはね魂がね良くないって言うんだよね。まあ前あれ明らかに体に負担になっててさ、前にも若返らないっていうか老化の原因になってたから、あ体に悪いんだわ、うん、甘くて美味しいけどさ、なんで、まあ、そうやって考えると、まあ、今の現状だね、グリーンヨーグルトで3杯ですね、うん、ここが一番いいってとこですね。で千日絶食の時にできなかった、まあ、体重体脂肪率がある程度回復した状態でね絶食をするっていう実験ですね、まあ、ここをまあきちんとやっていくってとこです。 1.5 リッターのヨーグルトでね、グリーンヨーグルトでね、うん、まあそれで進めていく、うん、進めていきます。うん、それでどうしても若返らないようだったら、まあ、ちょっとまたあれこれ考えるっていうか、まあ、香辛料もなしにしてみるとか、うん、まあ、グリーンヨーグルトを、まあ、ちょっとコレイチに変えてみるとか、コレイチヨーグルトに変えてみるとか、で、まあ、最悪、まあ、ヨーグルトもなしにしてコレイチトーヤとかグリーントーヤとかっていう風な状態でも、まあ、実験してみて、で顔の状態見て、うん、あやっぱこれどう考えてももう豆芽ミックスじゃないとダメだと、うん、豆芽ミックスにしたら明らかに顔がいいと、うん、いうふうになったらまあそっちでいくし、うん、その場合はそれを持続するためにどういうふうに変えていくかっていうね、毎日やってたらさすがにきついもんで続かないもんで、あとやっぱ週一絶食で他の6日間はじゃあどうするのかって、ヨーグルトでやるのかみたいな、まあ、話になってくるかなと思います、うん、まあそこをシビアにね詰めていくっていうとこです。そんだけかな。あとまあジョギングはなるべく行きたいけど、まあ最低でも2日空けないようにはしたいと思っています、うん、でまあ今日はね、まあ、気持ちよかったもんで、ね、ちょっとゆっくりしてたんだけどね、まあ5時できたら5時ぐらいにはね走り行きたいと思ってるとこです。うん、あとまあ幽体離脱の訓練ですね、うん、まあ少しずつだけどね、うん、容量も分かってきたし、うん、まあやってったらね、うん、いけるようになるんじゃないかなっていうところには来てるけどね、まあ進めていく幽体離脱の方は進めていきます。またあの
ね、これだっていうね、うん、このやり方がいいぞっていう、これだったらあのユータリダスできるっていうね、メソッドがね確立、まあ、できてきたらね、いろいろ分かってきたらフィードバックします。そんな感じかな。今とにかくやりたいのはね、瞑想なんだよ、うん、そのもう雑念にとらわれないっていう状態を持続させる瞑想ですね。これね、ユータ離脱できるようになってからもね必要になると思うんだよね、うん、なんかユータ離脱の状態だとその思考の世界だね、思考の世界に入り込みやすいもん で思考の世界だともう思考が全てじゃんね。なんで雑念とかふっと、ね、考えちゃうとさ、もうそっちの世界に入っちゃうわけだよ、うん、だから雑念にとらわれないっていう状態を維持させるっていうのが、そのユータ離脱をする時もそうだし、してからもね、うん、重要になってくると思うんだよね。あのモンローさんの本とか読んでてもやっぱ雑念のことを書かれてたもんで、うん、やっぱ雑念が一つのネックっていうか、そこがうまくね、うまく自分でコントロールできるようになってるかどうかって結構大事かなと思った。うん、なんでその瞑想だわな、瞑想、うん、まあ、ラムサが瞑想はあんま良くないって言ってるけど、あれはあのただ瞑想だけ、人生においてね、人生においてもただ瞑想だけずっとしてたらいいみたいな話はダメだよっていうね、まあ、そういう話なんだよね、うん、いろいろ人生経験をねたくさん積んで、で経験だね、経験の記憶、うん、感情を伴った経験の記憶を増やしていくっていうところに実りがあるんだよっていうのが、まあ、ラムサがね教えてくれてることで、だけど瞑想をずっとねもう人生の大半瞑想で過ごしたりすると、人生の経験がさね増えてかないじゃんねそれはダメだよっていうことは言ってるんだけど、でも瞑想でねその思考を落ち着かせるとか精神を落ち着かせるとかね、うん、そういうのは、まあ、プラスになるしさ、うん、それが人生経験においてマイナスになるわけじゃないからね、うん、もうずっと瞑想ばっかしてたらあかんよっていう話でさ、瞑想自体は別に悪くはないっていうことですね。まあそんな感じです。うん、まあ、今日はとにかく顔が悪かった、でヨーグルト4杯でやってたっていうところですね。あとまあ香辛料もまあ多いのがちょっと原因の可能性もあるっていう、まあそんなところです。うん、特にブラックペッパーだね、ブラックペッパーをまあちょっと増やしたタイミングで顔が悪かったもんで、まあそこが関係してる可能性もあるなっていうところです。あれもやっぱ辛みがあるっていうことは、辛みは毒性とも言えるもんで、うん、毒性がちょっと強くねやっぱ影響した可能性もあるのかなって、そういうところも見ていきたいですね。まあ薄いけどなその可能性、バイオリズムとかじゃないかなと思うけどね、単純にね。まあとにかくあのブルーベリーとヨーグルトでやると雑念にとらわれにくくなる、うんうん、だもんね、精神がクリアになっていくっていうのかな、うん、落ち着くっていうのかな、うん、ここが一つ、まあ、大きなところとしてあるってとこです、うん、ここでかいよね。まあそんな感じです。明日はまだ買い出し行かなくていいもんで、まあ、普通にヨーグルトとブルーベリーでやって香辛料を減らすけどね、うん、でできたら3杯、ね、で明後日だね、明後日はまあちょっと買い出し行かないとまずいもんで、なんでまたブルーベリー4袋ぐらい、あと有機豆乳とかも補充をしようと思ってます。で今度はちょっと甘いものは黒豆絞りの方ですね、まあ1袋買ってで食べようかなって思ってるところです。まあそんだけですね。そしたら実験生活1181日目完了です。それではまた明日。